待ちに待った最新のアイテムが到着しました。いやー、これ待ってたんだよ。それがこちら。いやね、先日 iPhone 12 Pro を落としそうになったもんでヒヤッとしたわけよ。これをいい機会に俺もついにケースを使おうと思って MacBook Air! 先日 Apple の One More Thing イベントでついに発売が決定した Apple シリコン搭載の Mac。そのチップの正式名は Apple M1。 A シリーズと区別される Mac 専用の SoC ですね。今回その M1 チップが搭載されている Mac は MacBook Air、MacBook Pro 13インチ、Mac Mini の3種類。この3種類は熱設計が違うだけで全て同じチップを使っているため、主にピーク性能がどれだけ持続するかで性能が決まっていると予想されます。今回俺が選んだのは MacBook Air。これまではエントリー機として普及し続けていたモデル体ですが、せっかくの Core i9 か 32GB 容量搭載の MacBook Pro を生贄に捧げて、あえてこれを使い始める？バカなの？死ぬの？と思われそうですが、ご安心ください。俺の制作 Workflow は Final Cut Pro や Logic Pro、そして DaVinci Resolve なんだから、すでに M1 チップにネイティブ対応してんだよ。そう、今回の M1 チップはインテルや AMD とは違う構造なので、基本的にそのままでは従来のアプリは動作しないもの。そのためにそれを翻訳して M1 チップの Mac でも動作することができる仕組みも採用されていて、ある程度は以前のアプリも動作するようになっています。まあ幾分か動作速度は下がるようですけども、俺みたいにいきなり最新のデバイスに足を踏み込んで、かつそれをいきなり実践で使おうとするような物好きはそう多くはないでしょう。基本的に Apple 製アプリを主体にしたワークフローだったから、これがうまくいってるんじゃないかなというふうに思います。実は昔のルミナスダイアリーシリーズでは、最新の機能や構造を備えた Mac をよく手にしてレビューしていました。つまり今回みたいなチャレンジは別に初めてというわけではないんですね。今回はどでかいアップデートではあるでしょうけど、同じように波に乗ることはできるはず、そう信じています。素晴らしい。従来機と形は変わっていませんが、やっぱり MacBook Air は薄くていいものです。とりあえず早速今までの Mac からデータを移行しましょう。今回はストレージとメモリをカスタムしているので、容量不足も心配ありません。データの移行が完了して初期設定も完了しました。 Apple M1 搭載 MacBook Air がルミナスタジオにやってきましたよ。最新の OS ピックサーとの連携により、とんでもない性能を発揮すると聞いているこのマシン、果たしてどれだけ使えるマシンなのか、2つのテストを用意してみました。早速見てみましょう。でもまずは雰囲気作りからです。やってみたかったんよこれ。どうせこれが公開される頃にはベンチマークの結果なんていくらでも出ていることでしょう。それであれば俺はビデオやらしく動画周りのテストをやってみようじゃないかと。それは Final Cut Pro 10での編集です。バージョンはもちろん最新の 10.5 に合わせています。一つは 4K クリップを同時に4枚配置して、さらに 3D テキストを配置した時のレンダリングなしの状態での再生能力。FCPX は自動でレンダリングしてくれますが、これをあえて切ってフレームレートの低下度合いを調べてみます。もう一つは完成済みのプロジェクトの出力速度を計測しています。これは単純な CPU と GPU を使った処理性能も測れるはずです。レンダリング速度にも関係することでしょう。ビデオ屋にとってレンダリングされている時とそうでない時のプレビュー効率は作業効率にも大きく影響します。ここを eGPU なしでどこまで検討するのか、実際に見てみましょう。
くない？リアルタイム再生に関してはあまり現実的ではない部分ではありますが、レンダリングの速度に関しては申し分ないどころか、下手したらこれまで使っていた MacBook Pro を超える能力を持っています。加えてメインストリームで使っているダヴィンチリゾルブ17ベータも M1 チップに最適化されているため、制作の高速化というよりは、どこでも一定レベル以上の編集ができるというメリットが大きいことでしょう。しかもバッテリーも長持ち。いざという時はモバイルバッテリーでも充電できるところは、もはや編集作業において時と場所から解放されるほどのイノベーションです。おそらく M1 チップ搭載 Mac の評価は、どの業種、どの分野かによって変わってきますし、どのモデルが最適解かも違うことでしょう。少なくとも個人で映像制作をするルミナスタジオにとっては、この MacBook Air はしばらく使ってみる価値のあるコンピュータの次の未来の相棒と感じています。つまりだ。映像やってる VTuber も価値はあるぞ。でも音楽やってる VTuber はプラグインのアップデート待ちかな。個人的にはね、このマシンは全力で使い倒したいんで、デロッパーの皆様、忙しいことは分かっておりますが、ユニバーサル対応、心からお待ちしております。よろしくお願いいたします。